打席に出すホーキンソン、岡田からホーキンソン、そして振って熊谷空いている、スリーできた、いい形になりました。そうですね、スタートはケビン・ジョーンズとライアン・ケリーがいます。バウンドパスでホーキンソン、そして熊谷が中に入ってきた、ファウルもらった、クローズアウトしなければいけない、そこをカウンターで抜きに行きつつファウルをもらいましたね。クローズアウト、つまりは詰めなければいけないところ、ちょっとリズムが前の選手自身も出てくるんじゃないですかね。渋谷パスミス、しかし艶が手を伸ばして当てた、しかしボールを失わなかった信州が、岡田のシュートでこれで追加点、打ち続けることも重要になるわけですね。そうですね、逆にあそこで打たないとダメですよね。よく入ったなーと打った形はできましたが、熊谷今日3本あります。これは2ポイント、関野も昨日は1本の3を決めています。効果的な1本があったんですが落ちました。バーンズが粘ってホーキンソンへ、いいプレーでしたね。オンザコート3は相変わらず、おっと手につかなかった、しかし拾い直してホーキンソンとの合わせになりました。キックアウト、バーンズ、そしてホーキンソンへ、再び収縮させて外のアキノ、いますね、この選手の一発いいですね。あ、ここも手を出したジョーンズ、しかしマクヘンリー、うっ決めました。サイモンです、栗原です、おっとサイモン匠スリー来ました、来ましたね、サイモン匠のスリーポイント、昨日に続いて、その時間を削っていこうという、今フロントコートに入ってきた熊谷があっという間に来た、このスピードです、速いですね。ジマカラマカドゥヤ、そしてスリー来るか、エアボール、新種ボールになった、走っているホーキンソンへボール渡った、ここは早い展開でした。リムランナーとして双方とも落ちました。そして信州再びのオフェンス、熊谷打っていく、高い決定率を誇る熊谷がスリーを決めました。違う選手に疲れた方がやりやすいのかなと。時間がありません。マクエンリーのシュート決まった。ショットクロックなくなってきた。ホーキンソン、いい、ね、そして熊谷、マクエンリーに最後託しました、まあ、それがなければ渋谷としてはそこをあの必要に攻めてもいいかなというふうに思います。なるほど、インサイドの体格差、パワー、エナジー、フィジカルの強さがありますが、ここマクエンリーレッドクリップです。杉山ディフェンスです。かわしてかわして持ってきた、よく入れましたね。いや見事でした。いいリバウンドですね。セカンドチャンス、信州取りましたね。リバウンドは前田が抑えました。その前田、ホーキンソン、うまいですね。外のキリいいですね。手を出した、マクエンリー、マクエンリーにはこれがあります。素晴らしいですね。素晴らしいですね。昨日から時間削って今ショットクロック10秒を切った、熊谷、そしてバーンズへ、バーンズの前にベンドラメ、板が沈めてきました。ジョーンズですが、ここはベンドラメに打たせてスリーは落ちる。リバウンド信州だ、走って、ね、マスケーニーがゴール下にいた。いいですね。ケリーから渡辺ブロック、ホーキンソンです。いいブロックでしたね。そうですね、前田からホーキンソン、ミスマッチ、マシュアキの今日3、1本来てますが、バーンズ、バーンズもらってホーキンソンの3来ました。栗原ルイス12番、そしてホーキンソンへ、ここは見事でした。いいプレーですね、取りましたね、残しましたね。ここ2人、渋谷、岡田に渡ったスリー、岡田のスリーは来ませんが、マケンリーが入れました。その差が5点で、まもなくゲームクロック3分を切っていこうというところです。いいですね。熊谷からマケンリーへ連続得点です。ミスマッチですね。マケンリーに対して、おっ、熊谷よく入れましたね。埋めました。ショットクロックが今残り5秒になった。岡田もらう、岡田下がりながらフェードウェイ決めた、2点取った。